ロッコール島の1北緯57度35分48.12秒、整形13度41分18.96秒、北緯57.5967000度整形13.6886000度、57.5967000-13.68860006コール島は、北、大西洋に浮かぶイギリス領の岩である。海食柱の一つ。 ロックオール島と表記されることもある。北緯57度35分48.12秒、成形13度41分18.96秒、北緯57.5967000度成形13.6886000度、57.5967000-13.6886000。スコットランドのノースウィスト島にし部、 マニッシュポイントの西方沖合約3 6 8キロメートルに位置する。海面から突出した登場の岩。無敷地であったため1955年からイギリスが領有権を主張し始め、1972年にイギリスの領土として正式に編入された。排他的経済水域を設定した場合、豊富な海洋資源を得ることができるため、イギリスは編入後に、 ロックコールを起点とする EEZ の設定を検討したが、アイルランド共和国、デンマーク、アイスランドはこれに反対していた。1982年に、採択、1994年に発行した海洋法に関する国際連合条約には、121条参考に、人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、 排他的経済水域または大陸法を有しないと規定されており、イギリスはロッコール島は条約第121条3項に基づき、漁業水域の限界のための有効な起点ではないと判断して政策転換を図り、ロッコール島の排他的経済水域と大陸法に関する主張を放棄した。岩にはそれを起点とする EEZ を設けることができないが、 領土としては認められ、了解も設定できる。イギリスのロッコールに対する領有権主張に対しては、どの国家も異議を申し立てをしていない。1997年に、環境保護団体、グリーンピースが、油田開発に対する抗議活動の一環として、ロッコール島に小屋を建て、占領した。彼らは、ロッコール島を、グローバル・ステート・オブ・ウェーブランドと名付けて、 独立国家の樹立を宣言したが、イギリス政府に無視された。ありがとうございます。